がスーパーサイヤ人。そしてスーパーサイヤ人2。そしてこれが、うわこれがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ、こんなバカなことが起きるなんて。間違いない、あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません、あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇。もしかしたらブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても歴史の流れが変わってしまいます。奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止してください。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。またあんた、どこ行ってもついてくるんだから。ほんとしつこい連中ね。どうやったのか知らないけど、トランクスも助かってるみたいだし。いいだろ、孫悟空の前に貴様と決着をつけて1対1だ。わざわざそんな面倒なことしなくても。俺が負けるとでも。そういうわけじゃん。久々に強敵に会えて嬉しいのね、ミラ。未来の世界じゃ強い奴はみんな倒してしまったのだね。新しい暗黒魔界の王の力、見せつけてやりなさい。
このまま一気に押し切ってしまいましょう。最強は俺だ。俺でなくてはならないのだ。貴様などに。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。